で、ちょうどね、100万人到達した瞬間、だるま、いずことは何してたんだって。俺、100万人到達して、ちょっと経ってから、ツイートしたのかな。100万人到達しました、みたいな。ちょっと経ってから。あのね、その瞬間何してたかって言われるとね、めちゃくちゃバロラントやっとった、俺。配信外で。バロラント終わったーと思って、ツイッター見るかーと思って、ツイッター見たらめちゃくちゃトレンド入っとった。ありがとう、みんな。ツイートしてくれて。めちゃくちゃバロラントやっとった、俺。めっちゃびっくりした。なんか100万人いってんかいと思って。なんか1日前なんか残り1000人みたいな感じやったけど。めちゃめちゃ100万人いっとった。しかもちょっとバロラントの話でちょっと配信中ね。やっぱ配信中バロラントこんな難しいんかと思って。ちょ、配信外で一回やってみるかと思って。配信外ソロランクしてたの俺。めちゃめちゃ勝った。5勝いっぱいじゃ。めっちゃポイント多いし。もうバロランク俺もう配信外でやろうかな。引退しようかな。ソロランク配信。喋りながらむずいとか、まあ、少なからずね。少なからず、やっぱりあれがおる可能性があるから。やっぱでもな、遅延つけるのもな。で、悩んだ逆、配信外ソロやってみた。いや、めっちゃ勝った。めっちゃ勝って、気持ちいいところに100万人到達よ。いや、もう本当にね、もうみんな、ほんといっぱいおめでとうツイートをね、してくれてね、もうトレンドにも入って、もう偉い入った。今も入ってるか。トレンドおる？あ、おらんか。あ、もうおらんか。ヤフーニュースにもあった？そんなことある？どんな気持ちで俺をニュースに乗っけた？いや、ありがてえ。ヤフーニュースかっけえ。めっちゃつかして自慢しよう。ほら、ヤフーニュース乗ってたんや。って言おう。この配信終わったら知り合いのディスコードサーバー乱入して、あ、俺ヤフーニュース乗っとるやん。って、しらじらしく切り出そう。この話題。めちゃくちゃしらじらしく切り出したろ。え、マジなの？あ、これか！ダルマイズゴートさん、チャンネル登録者数100万人を達成。ローソンともコラボする人気ストリーマー。おい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 、人気ストリーマーって書かれとるぞ、みんな。7月18日、クレイジーラックン所属の人気ストリーマー、ダルマイズゴットさんが、YouTube チャンネル登録者数100万人を達成しました。ダルマイズゴットさんは、フォートナイトの元プロゲーマーでもあり、近年は、エイペックスレジェンズ、バロラントといったタイトルで活躍。ダルマイズゴットさんは、今回の100万人突破を受けて、今まで頑張ってきてよかった。これからも頑張る予定ですので、よろしくね、あ、これ俺か。これ俺が言ってんのか。これ俺のツイートだ。これからも頑張る予定ですので、よろしくお願いしますとツイート。投稿から約1時間で約 1.9 万リツイート、 7.4 万いいねを呼ぶ反響を集めて、そんな言った、そんな反応されとったん俺。めちゃめちゃ寝とったぞ。今日の夜雑談配信するかと思って、めちゃめちゃ寝とったぞ俺。いやー、ヤフーニュースマジか。わからん。人生って何があるかわからんね。そう、だからさ、最近 YouTube で配信しててなかった理由の一つがあるんやけど、100万人が目前すぎて、配信中に100万人いったら、なんか誰かとなんかやってた時のすっごいなんか、なあなあなあ、100万人ありがとうになっちゃうかなと思って、YouTube 怖くて触れやんのよね。めっちゃ気まずくない？どんな反応するんだって話でしょ、もう。みんなでバロランとフルパでやってた時に、100万人いったってって言って、おめでとうってみんな言うやん。ありがとう、リスナーさんありがとうございます。よし、次のラウンド行こう。意味わかんないでしょ。と思って何もできやんない俺。何もできんだ。YouTube。100万人が近いんやもんな。その後に雑談するとか置いてて、やっぱいや、それはまだ違うよね。配信がちょっとね、まだなんかね、難しいことになってくるから。